いや、藤田さん、ちょっといい感じやな。いい感じですよ、藤田選手は。藤田選手。僕はキムさんの試合をね、今、初めて見ます。ああ、そうなんですね。はい。僕も実は、スティールもソフトも対戦したことあるけど、試合自体見るのは初めて。そうですね、その人が、その彼が、先に、日本への道を作ったんじゃないかな。それで。そう、藤田さん、戦後で始まりました。いやー、羨ましいな、こんな軽くない。でも藤田選手、ほんとこの去年よりフォーム的に良くなってる。やっぱりこうさらっとね、最初のラウンドで60点を出すのは大事なことだと思います、ね、それありますよね。それ僕もちょっと注視してます。ソフトでもそうだ。やっぱ案外横ずれしやすいんだよね、最初のワンスロー目。そうですね、うん、それをあっさりポンポンと決めてくるあたりはやっぱさすがだなと思う。カードはやっぱ60点結構偉いですからね、うん。まあ、しかもちょっと試合のね、今までの流れを見てると、まあ、削りにちょっと差があっても肘をしっかり叩いていけばチャンスは回ってくる感じなので、はい、まあスティールのそこは醍醐味っすよね、だからさっきの佐藤佳純選手が山本選手に負けたように、はい、いくら削っててもゴルフでも最後のパットが決まんないと勝てないっていうのはね、やっぱり、パーフェクトとか、ね、ソフトの大会でベスト4ぐらいになってきた時の1本って結構ミスじゃないですか、はいはい、1本も入らないとか、ね、はい、なんでスティールはね、それがまだ許されるのかなって、まあ、ただそう許されないレベルになるのが、ね、大事なんですけど、これから。そうですね、本当そう。でもキム選手もこう柔らかいですよね。やばいっすね。やっぱ上手くなるにつれて柔らかくなっていくな。キム選手も前なんかカチカチ投げてた、硬く投げてた感じイメージあったんですけど、なんか送り出しが柔らかい、リラックスできて。ちょっと宮脇選手みたいな、はいはい、腕の使い方ですよね。リサ選手っていうのは、リサ選手が、はい、キムさん、そうです。キム選手のことリサ選手っていうの、みんなリサって呼んでますね。みんなリサって呼んでんだね。俺、なんだろうと思って、リサさん選手っているじゃない、イギリスに。その人のこと言ってるのかなと思って。イギリスのリサ選手ってめちゃくちゃ強い方です。強いですよね。いや、その選手の話題してるのかなと思ったら、キム選手のこと言ってる。そうです。おい。ちょっと削りがね。乗らないかなっていう感じですけど、うん、藤田さん多分ね、アレンジめちゃくちゃ知ってると思う。知ってますね、うん、多分、うん、もともとですね、今こう投げてる多分お店が、はい、スティールが多分好きなんですよね、そのオーナーの方が。You require 81。 多分こうしっかり教えてもらったんでしょうね。そうですね。ここなんかはね、やっぱブルパンと打ってくるんでしょうから。ああ、アンラッキー。アンラッキー。あのブルっぽかった。ね、ブルっぽかった。僕はね、65結構33、11取りとか狙って、ね。ああ、そうよね。最近 PDC65、33とか。ね。15になった時の7が嫌なんですよ、ね。ああ、そっか。どちらもまあ、そうですか。そう。
10か6、まあ、どっちでもいいやと、うん、そこですよね。っちゃうけど、やっぱトップ、あ、5か、こういうことは、ね、200点相手とも、うん、チャンスは回ってくるっていうのが、まあ、女子の面白いところかなって思いますよね。さあ、そしてもう一本18。さあ、ここね、ここちょっと嫌がれるんだよね、これね。この時なんですよね。これ嫌がるんだよね。ああ、そうそう。やっぱり、なんでしょう、その。先代というか前の人たちがそうやってやってきてるから切るっていうことの方が打ちやすくなっちゃってるんですかね、勝手に。ああ、そうなんだろうね。だからほとんど流れで打ってるもんね。ほら、浅田聖子はよくさ、あの刺さってるとこ確認したりするじゃん。あれもなんか、ね、あれも誰だろう、あのジェームス・ウェイドイライラしてたもんね。してました。あの普通は聞くんですよ。そうそう、聞けばいいんだよね、あれね。はい。で、選手もみんな聞いてるもんね。聞いてます、聞いてます。でも俺最近 PDC どんな試合でも教えてくれるんで。そうだよね。あ、はい、そうだよね。でも俺 PDC ずっと見てんの最近、もうほとんど欠かさずで見てるけど、そのあの選手も予期せぬところに入ったら尖ってるよね、はい、でもほとんどほらあの狙ったところは外さないからラインを、はい、だから流れるように投げてるんだよねあれ。うん、あって思うことないでしょうね。ないよね。もうその20狙ってその1行ったり5行ったりしないから。まあなんか去年ですね、確か、まあ、PDC のマニアの方がいて、はい、ツイッターかなんかでその全てのメジャーの試合のダーツ その刺さった割合みたいな。ほいほいほい。ところを出し、何もう何十何万本調べた、何万本調べた結果を出してる人がいて、あの1と5がもう 1% とか 1% 以下でしたから。ああ。ということで100本投げて1か5に行くのは、あの1本か2本ってことだ。そのレベルじゃないとあそこで戦えないってことです。そう、そっか。俺そういえば3投投げてだいたい1本は1か5。33% は入る。そう、 33% は1か5にいってるからね。だから横ずれがないっていうことが本当にこうなんだろう、より高めなきゃいけないところですよね。そうね。そう、大体3投に1本は1か5にいってるもん。でもさ、あの俺はでも4541はあの初心者的な教え方で俺は悪くないからって言ってる。4541全然悪くないからいい、全然気にしなくていいよって言ってるんだけど、はい、ハードル上げすぎちゃうとほらもう疲れちゃうから。そうですね、4541OK だよってずっとリーグの時とか言ってたの昔。はいはい、いやでも OK だと思いますよね。まあまあその狙った20に2本入ってるんだからいいんじゃないっていうイメージなんですけど、だから僕はそのさっき言われてたダーツの、うん、ターゲットに上につけるとかっていう意味でも、うん、3本その大きいシングルの中に集めるっていうことは、じゃあ狙うのは60じゃないですか、トリプル20なんですけど、うんうん、それでもやっぱり上につけるっていう意識づけと横にぶれないっていう意識づけっていうので本当にシングルに3本入れるってことは大事だと思いますね。あ、そうだね、どんどん、うん、まあ
ソフトで言うならブルと同じだ、同じっていうか、まあブルにちょっとブルと近い幅だからね。そうですね、うん、はい、横幅っていうのは60、まあ、20トリプルもブルもほぼ一緒なので、だからこのほらあのフィドダーツで20の音だけ違うじゃないですか。はい、これ俺が、はい、あの20の大事さっていうか横ずれしないの大事だからっていうことで音変えてもらったのよ、はい、フィドダーツ。なるほど。そうそうそうなの。まあその今ほら19打ち分けたりするけど基本20のこの音が大事なんだよっていうのを、うん、ブルのようなイメージで、はい、広げていきたかったから20の音だけ変えた。さあ来ました80。キム選手もしっかりと順調に削ってきて16からいくのかな。ここは20からじゃないですか。違うんですかね。20見てますね。うん、でもあのキム選手もあれなんじゃないですか今ね、韓国にも帰りにくい状態なんでしょうからね。大変ですよね外国の方は。頑張ってほしいですね今日。韓国の人にも見てほしいですね。韓国にはフィドダーツは置いてあるの？わかんないです、わかんないです。韓国いないんじゃないですかね。なんかあんまりスティールの文化が根付いてる感じではなさそうですね。ないですね。わあ、ナイスアウト。いや、面白くなってきた。日本人はやっぱり上がり弱いですよね。ま、上がりもそうですけど、点取りも全然違いますよ、レベルが。いや、僕は本当に点取りだと思ってます。と思います。あの浅田聖吾は、あ、知ってます？浅田聖吾はね、あのホセと練習したの知ってます？はい、このエピソード。PDC でホセと練習したらしいですよ。はいはい、180か140しか来ないからもう驚いたって言ってました。それなんでかって言ったら浅田聖吾ってホセとソフトでやっぱ勝ったり負けたりなんですね。韓国でもそうだし日本でも。でもホセのスティールダーツでホセと対戦して驚いたって言ってました。もう180か140しか来ないからもうびっくりしましたって言って衝撃を受けてましたね。僕はあのジャスティンパイプにですね、おいおい、あの試合の時に、まあ、連絡先を交換して、おいおい、あのなんか普段どんな練習してるんだっていうことを聞いた時に、おい、なんかそのこれ昨日の練習のあのスタッツだよみたいな感じで N01 のあのスタッツのね画面をスクショを送ってきてもらったんです。N01 使ってくれてんだ。そう、N01 使って練習してたみたいで、で、あのコンピューターのレベルが11で、11 で、80ラグぐらいやってたんですよね。はいはい。で、その時のジャスティンの平均ダーツが14ダーツ台でしたね。14ダーツって俺、多分、1ヶ月に1回出すか出さないか。あ、300点からちゃんとアレンジしてんだね。そう思うとやっぱ削りだなって思いましたもん。削らなきゃ14ダーツ出さないし、そういう気持ちがもう一気に強くなりましたねあの時、うん、さあでも11の3レーク目キム選手ここ大きく削ってほしいですね。 100点はね。いや、藤田選手がこれでがぜん有利になりましたね。
ーこれはでかい。62。ああ11か。同じバレルセッティングなのにコンバージョンつけただけで飛びもすごく変わるのですが、対処法ってありますかって。なんかあります？まあもちろんそのコンバージョンにもよるとは思うんですよね。その素材だったりとか、うんうん、バランスが変わったりとかで、まあその飛び翼が変わるのが嫌だったら、なんか飛びが近くなるようなフィルダーズを見つけるとかですね。ああそうね。本当そう。あの同じバレルで同じものを求めるんじゃなくて、自分がベースにしてるバレルとか自分がベースにしてるイメージっていうのを、うん、大事かなと思いますけど。でもこの間のブロス、はい、ブロスかブロスだよね。あ、あのほらあのソフトで活躍してるブロス。あ、ブロスじゃない。あ、ボリス、ごめん。ボリスコンバージョンだったよね、この間の。はい。うん。この間の、なんだろう、プレイヤーズチャンピオンシップファイナル。はい。どうした？サーフィーじゃない。いやちゃんとね、自分の、アレンジっていうのをちゃんと考えてるから、はい、すごいよね、うん、やっぱりこの端数を切っていく作戦ですね。うん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 、気持ちがいいんでしょうね、自分のそのメンタル的に。うん、さあ、うん、いやーそこはそこは無理。まあこういうこともね、どんどんこのトーナメントやっていけばどんどんね選手も意識ついてくるんだろう、はい、やっぱりその一本でトライできるかできないかっていう経験で覚えていくっていう。そうそう、ミスしてもいいんだと思うけど、そこをあの意識する力っていうのは必要だよね。さあ165だから上がり目がないので、さて you require 32。 あ、カメラ止まってる。あ、止まったんか。あ、すいません、モニター動いてますけど、カメラは動いてます。だから今投げてます。はい、すいません。はい、投げてますね。これ多分横にずれてるな、今。あ、来た、決まった。決まった、決まった。あ、決まった。あ、決まりました。藤田選手。はい、藤田選手が、ベスト、いやー、かっこいい瞬間見せてあげたかったんですけどね。すごくタイミングよく。ねえ。切れました。